いっぱい入ってるから、ここって見てるんだね。Thank you.
あ、そうだ、ダイヤモンドを回収し一応の2000万円ぐらいなんですね。ダイヤで小芝居をしていたのは、山下さんです。ポール・グリーンベルの団長をされています。ちょっとここでご紹介、次のプログラムですね。今度5月31日なのですが、この同じ日曜日の大ホールで、ポール・グリーンベル25周年記念コンサートを行う予定で、今第一同一生懸命練習に励んでいます。で、歌あり、踊りあり、そしてハンドベルあり、あと竹のアンクルという楽器も使って演奏したりもします。どうぞ皆さん、ご都合を合わせてぜひ聴きに来てください。よろしくお願いいたします。5月の31日ここですよね。今日はですね、ポール・グリーンベルの皆さんに受付、それからドアのドアレディをやっていただいたり、いろいろご協力をいただいています。本当にありがとうございます。ここで御礼とさせていただきます。ありがとうございます。それでは引き続きミュージカルの方を歌わせていただきます。Thank you.
そういったイベントに参加するたびに、3ヶ月ほど練習しては、イベントが終わるとそこで休眠状態で3ヶ月お休みということで、だいたい1年で半年働くわけじゃないですけど、ね、半年経って半年休みというような状態で活動をしてきました。で、ここ何年かは皆さんも私も含めて年を取りましたんで、この先ないぞ、今のうちに演奏会を何回かやっとかないぞ、やっとかないと次に持ってくものがないぞみたいなことになりまして、慌てて通年の活動に切り替えまして、今第2回の演奏会をさせていただきます。そういう意味で活動は30年以上続いてるんですけども、それまでに歌いためたものを今日いくつかご披露させていただきます。取り上げます歌は、今回の演奏会にジャズとかミュージカルとかポップスとか、そういったものを主に歌っております。最近では NHK 全国学校音楽コンテクトの課題曲にポップス系の歌を合唱にアレンジしたりなどが取り上げられています。私たちも、今回のアナと雪の女王の編曲はアメリカの方からだいぶ青っぽくなってきましたね。これがうまく演奏につながっているようになって最初に歌います歌、ブーイ、これは映画のオープニングに使われてます歌を歌ってみたいと思います。それではお楽しみください。Na na na,
三条支線いただいております、東京都立青梅総合高校の皆さんに入っていただきまして、ニートという名の2つの合唱団で歌いたいと思います。打足ですけど平均年齢が3分の2ぐらいです。Oh
東京都立青梅総合高校合唱部の皆さんだけで歌わせていただきます。
ぱり若いってすごいですね。絶対これだけは叶いませんどんなに頑張っても、サイド前ですかね。その下から始まります。これからジャズの曲を何曲か聴いていただきます。一応プログラムに書いてあるのはそこまででございます。ちょっと意味深ですかね。はい、Oh.
Oh.
も貴重なピアノをいろいろアレンジしながら弾いてたね、たてに鈴木素子さんです。今日も楽譜にない音をかなり弾いていただきます。ありがとうございます。これで一通りプログラムに乗ってるのは終わったんですけど、もうちょっと練習してみてください、歌わせてください。あと2曲ほど最初にジョイフルジョイフル歌わせて、